吉田正明は、日本の実業家。株式会社ルネサンス代表取締役社長、日本フィットネス産業協会会長、大阪府高月市出身。小中学校時代は、水泳やサッカーなどスポーツに親しむ生活を送る。高等学校へ進学する際には、サッカー部に入りたかったが、サッカーが弱く、フェンシングが強い学校であったので思い切って、フェンシングをやることにしたという。 京都産業大学経済学部に入学し、フェンシング部に入部。大学時代は首相を務め、関西学生フェンシング選手権大会で初優勝を果たすなど主力選手として活躍した。その縁もあって、京都産業大学フェンシング部にルネサンス名義でスポーツウェアを提供している。1979年に大学卒業後、ピープル入社、水泳のコーチなどを務める。 コナミスポーツクラブの専務を務めた後、2004年にルネサンスへ転じる。ルネサンス転職後は、同社執行役員と営業本部の副本部長、本部長を務め、2011年4月1日付で社長に就任。2016年から日本フィットネス産業協会会長。2020年4月1日付でルネサンス社長職を退任した。ありがとうございます。